どうもおはようございます。 B レジェンドガキダニです。本日もですね、スポルティックウエストやってまいりました。あ、早速後ろでくるみさんがいてくれ、ちょっとくるみさんちょっと来てくださいよ、はい、今日もよろしくお願いします。2日目です、よろしくお願いします。2日目ですね。まあ明日もあるんですけれども、まあこれからね頑張っていきたいと思います。でちょっとね、まだ今間もなくオープンなんですが、ちょっとまだお客さんいらっしゃらない、ちょっと中をね見てこようとか思うんですけど、後ほどよろしくお願いします。お願いします。では行ってみましょう。いってらっしゃい。3ブース出されてるんですけど、本当に今もうまだねオープン直前なんで、まだ準備中なんですよね、どこも。なのでB レジェンドブースからスタートしてみたいと思うんですけれども、本当にいろいろなんかこういう EMS のウェアとか、あと何があるのかな、なんかこういう健康系で足の裏のマッサージの機械とかいろいろありますね。こういうアプリ、あ、2枚でいい。あとマピスポさんのウェブリング、ウェブリングですね、これも有名ですよね。こういうマシンがあるのいいですよね。マシンがあるのがやっぱり実際に触って体験できるからすごくいいんじゃないかな。あ、ま、たたか、ああいうねトランポリンのレッスンとか、ああいうレッスンもたくさんやってます。はい、じゃあですね、今ラディカルフィットネスさんの方にやってまいりました。でまあちょっと今ねスタッフさんいらっしゃるんで、ちょっとどんな感じなのかお話を聞いてみたいと思います。ラディカルフィットネス、これどういう運動になるんですかね。はい、おはようございます。ラディカルフィットネスです。こちらアルゼンチンで生まれたプログラムで、本日はこのトランポリンの U バウンドというプログラムを皆さんにも一緒に体験いただけるようになっております。ぜひお立ち寄りの際は一緒に体験してみてください。よろしくお願いします。実際ラディカルフィットネスさんを導入してらっしゃるスポーツジムの方、スポーツクラブさんの方で体験いただけるということですね。はい、あ、そうですそうです。はい、分かりました。じゃあ、まあ、ぜひ皆さんラディカルフィットネスで検索していただければ近くのねジムの方分かると思うので、ぜひご参加ください。お待ちしてまーす。やっぱりね、いろんなブースがあって、まあ、今のラジカルフィットネスさんみたいに非常にこう協力的にねすぐなんか動いてくださるところもあれば、いろんなところがあるのでちょっと難しかったりもするんですけど、まあ、大体これもうその場で撮影取材交渉してやってますからね。あとこういうパワープレート、この振動のやつですね、これも最近すごく有名ですね。ここはブラボーグループさんですね。ここもああいうスタジオのレッスンの提供をしてらっしゃると思うんですね。ここはハイパーナイフさんですね。ハイパーナイフさん最近すごく出てきてますよね。こういうナイフ状のものでこうマッサージするようなねやつだと思うんですけども、こういうマシン系がね実際触れるっていうのがいいですよね。マシン系、こういうピラティスのこういうマシンもありますね。あとはこういうシステム、サービス、ソフト系もたくさんあって、アプリケーションとか、ここは施錠ですね、鍵の認証とか顔認証とかするみたいですね。こういうクラウド型のフィットネス、こういうアプリケーションとか本当最近増えましたね。昔はまあ本当なかったんですけど、最近はアプリすごく多いですね。ここはマトリックスですね。マトリックスさんのマシンがたくさん置かれてあります。ここは水野さんですね。水野さんのフィットネスシューズの、去年も来たんですけどね、プリコーさん来ましたよ。もうすでにウェルカム体制で待ってくれてますよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ちょっとプリコさん、YouTube の方で紹介させていただこうと思うので、はい、この取材交渉時の絵も撮れてますけど、もしなんかこの今回の売りがなんかご紹介いただければと思うんですけど、プリコさんのカーディオマシンがいいということで、お客様にはご存知、よく知っていただいているかと思うんですけど、今回のラインナップとして幅広くストレングスマニオっていうのを紹介しようというのが、今回のブースのテーマ。なるほど。まあ、プリコさん普段は有酸素が多いんだけども、今回はまあウェイト系で、まあ、プレートローディング、あ、そうですね、はい、ウェイトスタックじゃなくてプレートローディングのものが多めにお持ちいただいているということですね、はい、ちょっと見させてもらえればと思うんですけども、まあ、カーディオラインナップ向こうですので、まあ、今回このプレートローディングのスタイルと、まあ、アングル、あとは向こうの、ヒート系のトレーニングエアランダー、ローアーと、あとはまあファンクションのクイナックシステム、まあ、主にこう自重系でウェイト重量系のラインナップで、今回はご紹介をさせてもらってます。なるほどですね、はい、どれかちょっと、まあ、マシンなんか紹介、そうですね、まあ、これが一つ目玉かなっていうマシンが、ね、エアローは向こうに行ってますね。
システム、はい、アサルトシリーズっていうのエアランナー、はい、バイクがあるんですけど、はい、この11月から、日本ジャパン11月に日本で発売になったローイングマシン、そうですね、なるほど、はい、ぜひ、あ、水戸、はい、ありがとうございます。これも普通に座って足、そうですね、足掛けてもらって会社に行くですよね、そうですね、まあ中でもそのままにいいところで戻して前に戻して、はい、なるほど、はい、まあ、ボードコギの全身のトータルのワークアウトができる、なるほど、これは本当にあれですね、そのローイングのマシンの中で、まあ、はい、あのこういう同じようなものっていうのは、まあ、昔からあるじゃないですか。あります、ね、そのある他社のものと比べて違うポイントっていうのは何なんですか。チェーン駆動っていうものと、風圧式が2段階で深く進まるようになっています、ね、はい、で引くことによって、はい、あの前で扇風機みたいな羽が回るんですけども、はいはいはい、自分の動きの強度によって負荷を調整できるっていうところが一番大きなところで、羽のファン自体が、はい、あの他のメーカーさんよりちょっと大きいやつが2枚刃ついてるので、あの上げていけばいくほど負荷のかかり方の段階がレベルアップしていくので、ね、ゆっくり引いてもあのコンセプトとかもちょっと負荷が高い状態ではできます。じゃあ、 あの油圧のマシンとかもそうですけど、はい、ゆっくりやればゆっくりやったなりに少しの重量だし、まあ、負荷だし、そうです、強くやれば強くやるだけそれだけ負荷が大きくなるんです、ね、そうですね、はい、だからそのできる人にはできる人なりの負荷がかかって、できない人でも十分有酸素にもなるしウェイトにもなるし、なります、ね、はい、なるほど。あとはもうチェーンですよね。チェーンですね。チェーンだというとやっぱり強度が強いですよね。はい、だロープスタイルの、加工された、まあ、繊維が入っているロープスタイルがあれば、チェーンの方が入って、まあ、ギアで入っている分だけ安定してできる。なるほど。ギアが一つ一つチェーンに噛んでるから、その分しっかりトルクがちゃんと伝わると。きっちり入っているので、素晴らしい。で、この辺の伸び縮みもないので、そうですね、こう耐久性。劣化もないですね。そうですね。劣化も少ない。なるほど。はい、まあ、チェーンだから伸びないから劣化もないということですね。わかりました。ありがとうございます。はい、この11月、ね、新発売で日本導入されるらしいので、はい、ぜひまあ皆さん、まあ、どこかジムにね、これを入れてくれっていうふうに、ね、オーダーをしてもらったらいいですね。はい、やっぱこう会員様からの声っていうのが一番ジムとしてはあの響きやすいですからね。確かに。はい、そしてこう靴が、靴が入れたはいいが出せないっていうね。こうそれだけもうグリップできてます。ね、あ、素晴らしい。これは僕の、ただ普通に僕が、いい加減なことをするからですね、こう取ってやらなきゃダメですよね。よし、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ね、プリコさん、あとはこっちのあのハイインテンシティインターバルトレーニングね、こっちでやるっていうのが一つですよね。はい、じゃあ、あとこっちもね、なんか見ていきたいなと思うんですけど、あ、これはこれはですね、ロープトレーニングですね。なんですけど、これがチューブなんです、はい、あ、ただロープじゃなくて伸び縮みする、はい、なるほど。まあ、こっちがちょっと、サン・オブ・ビーストって言って、はい、まあ、ビーストの息子ですよね。はい、こっちはビーストロープってやつで、種類が、はい、ちょっと違うんで、はい、でこれと触っていただくと分かるんですけど、はい、ゴムが中に入ってる、あ、はい、4個ぐらい入ってる、はい、これなんかチューブが入ってるんですね、チューブが入ってるゴムの、はいはい、でこれの倍の強度で、はい、あのラグビーの日本代表チームがトレーニングしてたという。なるほど。じゃあこれでも結構しっかりしてますけど、じゃあやっぱりだいぶ強い負荷で張るさんですね。はい、でこれで、まあ、あのバトルロープと重さで振るんですけど、はい、これ張力で振るので、はい、あの遠くに行けば行くほどきつくなる、引っ張られる力が強くなる、だからこの辺で行ったらすごく楽に振れるんですけど、この辺に行くとどうしてもこうなっちゃう、 ならないように姿勢保持してもらって、なるべく大きく縦に振っていただく。なるほど。今までのロープは伸縮性がなかったから、そうです、重さで振るんで、重さだけだけど、これは張力も、そうですね、影響してくる。で、あとはだから張力なので横にも振れるっていう。なるほど、なるほど。この伸びるか、はい、これに対して体姿勢をいかに保持するかっていうところが一つのトレーニングなんですよね。で、あとは例えばこの、そういうことをラグビーとか格闘技の人なんかだと、こう横向きにこうやって進まないと思うんですね。なるほど。でこちらアンカーで持ってもらって、でこのまま横歩き、行けば行くほどきつくなる、はい、であの姿勢をやっぱ保持するっていうのは本当全身運動なので、はい、非常に、まあ、格闘技とかコンタクトプレーやってる人にはすごくいいと思います。だからどこか一
一部を鍛えるっていうよりも実際にその体を動かすときに必要になってくる筋肉を重点的に鍛えるっていう、パーソナルトレーナーでやっぱこういうふうにストレッチで鍛えたものをどういうふうにこう動きの中にこう落とし込んでいくかっていうのが一つのトレーニングポイントですね。まあ、今までのファンクショナルトレーニングっていうとこうクリーン&ジャークで走ったりとか、ああいうイメージがあるんですけど、やはりこういったツールを使うことによって、まあ、本当にファンクショナルに機能的に、はい、動作をいかに鍛えるか、整えていくか、そういうことですね、はい、なるほど。いや、非常に参考になります。面白いですね。今回この辺りのファンクショナルトレーニングの目玉の一つはやっぱりこの、はい、まあ、ロープというかチューブですか。だったり、まあ、あとはこの、まあ、クイナックスっていうんですけれども、はい、あのいろんなアイテムがついているので、はい、まあ、ここ今番号ついてますけれども、まあ、このちっちゃいあのスペースであってもサーキットがあのバンクシャルのサーキットが、まあ、すぐに、はい、やることができるというのは、まあ、売りですね、はい。例えばこの今、まあ、1、2、3ってありますけど、これでファンクショナルトレーニングをするとするならば、例えばどんな動きになるんですか。でも本当に今やったものとか、あとではちょっと変えたりこういう、なるほど、なるほど。例えばここでこうやって入ったらそちらのところに入ると、今はこうプッシュアップ系でしたけど、ね、はい、まあ、こうフル系の動きでこういくとか、まあ、ここにスクワッティングみたいな動作をこう一緒に、なるほど、はい、じゃあ、まあこういう形で3人4人が一緒にこうサーキットで回るっていうようなこともできるとき、はい、まあ、今回もプログラムでは用意していまして、そうなんですね、それであのご来場の皆さんに体験していただくっていう、あの時間も設けています。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい。今回のこのシステム自体の名前はもう一度、クイーンナックスと言います。クイーンナックス、はい、プリコーさんのクイーンナックスですね、まあ、これでファンクショナルトレーニング、まあ、さっきともできると思うので、まあ、ぜひあの皆さんあの行ってらっしゃるジムでね、これ導入してくれっていうことをジムに言えば入るんじゃないかなと思うので、ぜひプッシュしてみてください。はい、今日はありがとうございました。 We are クイーンナックス。